こちらです。カポネギャングベッジです。その仲間にする一人目かな。ベッジいきなり似てるの優先で。あ、そう。選んで心当たりがあるってことですか。うん、かなり、ハイクオリティに。その人別にワンピース見たことないんやったらよく分からへんのじゃないの。よく分からなくていいんです。そんな似合うか似合わないかだけでオファー出してますので。 そんな形から入る、ええ、誰や。結構身近な人で、濱家くんは絶対会ったことあります。誰や。僕の中でも濱木加えてるか加えてないかぐらいの違いです。そんなに近い。で今湾岸スタジオにいてるらしいんで、はい、ちょっと突撃でコスプレしてもらおうかな。行くんですか。もういきなり行ってコスプレしてもらうの。あ、そうです。突撃したいと思います。わかりました、はい。その寒いからかなんか急いでるね。はいはい。寒いからです。芸能界一ベッジにそっくりの芸能人って一体誰だ。どこ。いました。おい、めっちゃ似てるやん。もうパッと見た瞬間に浮かんだわ。もう浮かべよ。ブヨブヨの実食べてる方です。大元はハゲハゲなんです。貴様、懸賞品1億3800万のカポネギャングビッチだな。海へは絶対出さんぞ。ふん、お前らの負けだ。兵力差でな。いよいよ芸能界で一番カポネギャングベッジに似てるという人に会えるぞ。一体誰だ。言いましょう。早速ベッジのコスプレをお願いするぞ。あー、いました。あ、ほんまや。あ、もうそっくりや。いたそっくりや。ありがとうございます。芸能界で一番ベッジに似ているというブラックマヨネーズの小杉。うん、確かに雰囲気似てんな。そっくりや、ほんまや。何？じゃあ、コスプレしてきてもらっていいですか。お願いします。話早すぎてわけ分からへんねんけど。なんだ。ほんまや。ほら、小杉さんおそらく白白の実の能力者ですよね。みんな多分ハゲハゲの実だと思ってる。何やねん、ハゲハゲの実って。ハゲて泳げなくなる実です。もうこの辺まで得ないやんけ。 D ソヤ